本日は戦う弁護士である堀哲平氏が朝倉未来選手平本蓮選手の裁判騒動に対して気になる発言を行い物議を醸しているので、そちらについてまとめていきます。平本蓮選手は今年の春、ライジンフェザー級元王者である斉藤豊選手との対戦が決定しており、今年チャンピオンベルトを巻くことを掲げている平本蓮選手は対斉藤豊戦は絶対に落とせない試合となっております。そんな中、平本蓮選手は朝倉未来選手から訴えられることとなり、ファンの中では民事訴訟により賠償金が発生するのではないかとの憶測が多く飛び交っておりました。そんな中、1月20日、朝倉未来選手を豊橋から東京に連れてきたとされる弁護士堀哲平氏はツイッターにて、民事の損害賠償は30万くらい？だから意味ないと勘違いしている人がいますが、民事ではなく刑事だと思いますよ。刑事告訴されたら、昨今の誹謗中傷に対する厳罰化の流れから受理されて、逮捕され留置所で23日間拘束されて前科がつくので、そこまでしないでほしいです。試合どころではないです。まめに更新している人のツイートが急に更新されなくなったら、それは逮捕されたというケースが多いです。被疑者は最初は犯行を否認しますが、20日間の勾留満期ギリギリで認めて略式手続きになることが多いです。その場合、罰金50万円も前科もついてしまいます。逮捕されると必ず弁護人が示談交渉をしてきますが、被害者が富裕層の場合、示談には応じない傾向にあります。とツイートし、刑事告訴の場合、留置所で23日間の拘束をされ、前科もつき、試合どころではなくなるため、そこまでしないでほしいと平本蓮選手を心配するツイートを行っております。この堀哲平氏のツイートに対してファンの中では、未来選手のメンバーだった岡くんは誹謗中傷で心を痛めて脱退してしまいました。今、美月ちゃんやセリナちゃんたちも守らないといけないですよね。相手は未来選手の周りにも絡んでいます。未来選手が先頭に立ち、誹謗中傷は許さないと明確に意思表示をすることは意味のあることだと思います。誹謗中傷の前科でもエスタやアメリカ渡航に影響ってありましたっけ？試合できなくなるのはそれ相応の報いと思います。試合決まってるだろうから終わってからの方が試合も聴取、裁判も集中できていいと思います、など様々な意見が飛び交い物議を醸しております。注目の集まる平本蓮選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。